前回の配信からもう随分経つね。どれぐらい経ったか分かります？3ヶ月いや、収録自体は多分3ヶ月ぐらい経ってるんですね、うん、で、更新で言うと一応1ヶ月前に上げた竹内まりや、あれですね、出演ソング、はいはい、そこから、ジメジメワイドショー、ジメジメ、ジメジメワイドショーですね、ジメ大放送、ジメジメ大放送、もう忘れてんじゃんかタイトル、ジメジメ大放送、1ヶ月ぐらい、更新できてなかったんですけども、また、はい、やっていきたいと思いますね。そうですか、はい、お呼びいただいてありがとうございます、これね、ま、木内まりやの回はなんか身内には受けてたよ。あーでもね、なんか内容濃かったっすよね。で、分かる人には多分すごいね、刺さる感じの内容でしたもんね。まあ、50以上って感じだね。今日は何話しましょう？多分ね、結構前の動画遡っていただくと、あるんですよ。その孫のカルチャー史っていう、孫さんの60年、約60年の、そう、いろんなカルチャー、通ったカルチャーを掘り下げていくっていう、それの小学校までやったんですよ。そう、カルチャーの芽生えってやつね。そう、芽生えで。セクシャリズムとか、そういう感じだよね。で、はい、ラジオと、確か江戸川乱歩とか本からこう来たっていうところで、止まっちゃってるんですよ。あ、じゃあそれを進めましょう。進めましょう、それも。いい加減ね。そう、わかりました。進めさせてください。はい。はい。あるよ、今なんか語ることが。もう語っていいの？では、まあ、小学校を経て、お願いいたします。はい。はい、小学校で本屋に毎月通って江戸川乱歩シリーズ怪人二十面相を読んで、うん、それがなんか読書の始まりだみたいな話しましたって、はいはい、で、あとラジオを聞くようになったんですよ、小学校4、5年から、うん、あの TBS とか日本放送とかそういうのを聞くようになって、だんだんなんか小学校高学年ぐらいになって若干サブカルが芽生えて来たんですよ、はい、それまでは野球とかベリゴマとかコマとか、はい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 、あと何メンコとかカンケリとかそういう人生だったんだけど、めちゃめちゃ昭和、超昭和の子供だったんだけど、だからもう20世紀少年的に秘密基地とかしたんだけど、うん、ないですね、だんだんその小学校の高学年になって若干なんとか成長期にも入るとなんか、はいはいはい、支援期手前だけどなんかちょっとそういうサブカルの芽生えが出てきたんですよ、うん、で、中学入って野球部に入るんですけど、まあだから6割方7割方野球が占めてたんだけど、うん、やっぱそういう小学校で芽生えたそのサブカル的なものがふつふつと、うん、だから本屋に行ってもなんかこうその頃ようやくそういう70年代半ばぐらいなのか、あのそういうサブカル的な雑誌が出始めた頃、はいはいはい、そういうのを読んでなんかそういうなんかそのテレビとかでは出てこないようななんかアンダーグラウンドでアートっぽいようなカルチャーがあるなとか思ってたんですよ。あとラジオは聞いてて、やっぱその洋楽に興味を持ったんだけど、その頃パンクが出てくるんですよ、はい、でラジオでパンクっていうものがあるっていう話は聞くんだけど、うん、肝心の曲がラジオでかかんないんですよ。なんかまあそのレコードが手に入んないとか、あとセックスピストルズが放送禁止になったりとかイギリスとかしてたから、はいはいはい、日本だったら別にいいのかもしれないんだけど全然かかってこなくて、で、まあ、レコード屋に行けばあったのかもしれないんだけど、うちにプレイヤーがないから、あどんなものかわかんないけど、とりあえず雑誌とか、まあ、ミュージックライフとか、はいはいはい、音楽雑誌を買うようになってたから、そういうの見ると出てるんですよ、写真が。ピストルズってすごいかっこいいなと思って、はいはい、なんか音は聞いてないんだけど、格好がかっこいいから、うん、まあ、そういうのを写真を切って、なんかクリアファイルみたいなのを入れて下敷き代わりに使ってたんですよ。ピストズってかっこいいなっていう音は聞いたことないんですよ。でその高校に、まあ、野球は挫折して、はいはいはい、で高校県立高校に入るんですけど、はいはいはい、その時にその入学祝いってちっちゃいこうコンポーネントステレオって言われてる
その当時こうアンプとかプレイヤーとかスピーカーとか一体になってる安いスピードがあったんですよ、はいはい、でカセットテープとかもついてて、うん、でそれ買ってもらったんで速攻で近所の新生堂って今あんまりないのかな、まだあるのかな、レコード屋さんチェーン店があったんで、はいはい、そこに行ってピストルズのファーストを買うわけだ。おお、そこで予約。それでカーって嬉しくなって、うん、こうかけたら、あれこれなんかハードロックとどう違うのみたいな、まあ、なんか見た方はカラカラって言ったから、うーんと思ったんだけど、でも高い、まあ当時アルバム日本版だと2000円いくらとかしたから、高校生にとっては結構高いから、だからこう聞くわけですよ、元を取ろうと思って。うん、で中から聞いてるとなんかいいかもとか思って、で結局そのプレイヤーが変えたから、じゃあちょっと次の小遣いの時にその違うバンドも買ってみようと思って、はい、そのピストーズが始まってパンクっていうジャンルを知ったから、一応本とかでこういうバンドもらってあったから、それでいろいろ聞いた時にストラングラーズっていうバンドに出会って、そのストラングラーズはギターよりキーボードの方がメインで、あとベースが結構面白いフレーズっていうか、でそれがかっこよかった。でなんかそのキーボードのフレーズみたいなのがその昔のドアーズっぽかったりとかしてて、メロディアスだったし聴きやすかったとか、それでストラングラーズにハマって来日公演とかにも行ったりとか、そっからそういう結構その人生の中でそういう音楽とかバンドとかの比重が増えたね。でもファッションとかいまだになんかその要素あるっすもんね。そうなのかな。でも俺はその当時は音楽が好きだったけど、ポパイとか読んでるようなやつはチャラいと思ってたから、はいはいはい、アンチポパイ、アンチなんかそういうファッションだったからね。でなんかそのうちで実家が電気工事業だったんですよ。で作業服着て電気工事するぐらいだから、その親父の作業服もらって、その作業服に安全ピンとかさせたりとかして。おお、やばいですね。なんかちょうどその時日本でもパンクが出てきて、アナーキーってバンドがあったんですよ。うん、で国鉄職員の息子たちで、国鉄のなんか作業着みたいなの着てパンクやってたから、それに憧れて、はいはい、俺も親父の作業着、うちの母ちゃんエビの伝説って言うんだけど、やばいっすね、エビの伝説って入ってるやつに安全ピンとか。でいたんだよね。それないんですか、まだ。もうない。もうないか、さすがに。めっちゃやりたい。なんか、バンドやりたいなって思ったけど、楽器が弾けないし、なんか、コード覚えるのめんどくさいなって言って、はいはい、だその当時、そのパンクとかそういうポストニューウェブ的な流れから、いわゆるテクノポップって出てきたんですよ。プラスチックスとか、はいはいはい、キーモデルとか、はいはいはい、ヒカシとか。で、プロジェクスがローランドの、そのローランドってメーカー の, そのリズムボックスを使ってて、それがかっこよくて、なんかね、リズムをね、プログラムできるんですよ。で、俺たちコンピューリズムって その当時それで呼ばれたんですけど、それが買いたくて、それでもすごい高くて、ちょうど去年か一昨年のなんかフランス映画で、それやっぱ80年代とかに女性のそういう DJ とかトラックメーカーの人が主人公で、そのローランドのリズムボックスと出会って、その音楽的に開花していくみたいな映画があって、ちょうどその、まあ、同じものなんだけど、TR なんとかって言われてるのかな。それで、それが欲しいんだけど、10万ぐらい高いって、で、コルグってやっぱシンセサイザーのメーカーの安い半額のリズムボックスをゲットで買った。ゲット。ローンね。おお、その当時。当時、なぜもう何年前？もう1年払いどころじゃないと思うんだよね。高校生でもゲップできたんだね。すごい時代ですね。てかすごい。そんなに、まあ、親の反抗いるんだろうけどさ、覚えてないんだけど、もう彼とは。で、友達でやっぱ新生されたのってやつがいて、はいはいはい、変わったやつで、後に失踪してどこにいるか今わかんないんだけど、そういう人と、その一緒に家で、なんかリズムボックスと、シンセサイザーとピーヒャーピーヒャーって曲作ってる。だから多分電気グルーヴとかでも早かったよね、そういうのやって。でも完全になんかその野球からその同級生とってもね、もしかしたら理由高いよね。もしかしたら電気グルーヴの未来あったっすね。そう、俺はもしかしたらあの頃そのパラレルワールド、ネタマルチバースで、マルチバースですね。俺電気グルーヴ入ってたんじゃないかな。
と思うんだけど、違う世界線でもしかしたらマドさんが電気グループになって他に逮捕されてるみたいな世界線あるかもしれないと思うんだけど、そうなんですよ。そういう、そうそう、それでなんかせっせと卓力とかしたりとか、あとその文化祭とかで放送の時さ、うん、そこの時にさ、俺放送委員とかやって自分の企画でコンサートとかを、うん、学内コンサートとかやって、それで自分が演奏がしたいのために、すごいっす、うん、ただ元々の初期衝動は中学校ぐらいとかからバンドやってる先輩とかが女の子がなんかキャラリーしたから、うん、モテたくてやりたかったわけ、はいはいはい、だけどなんかシンセがピーヒャラでリズムボックスがポコジャパだから全然女の子に受けなくて、あーってそうで、なんか残念って感じだったね。表紙抜けしたわけですね。そう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 、ただそう、だからそういう風にその一番サブカルを吸収したのが高校時代で、高校時代、そうで、その頃にそのまあ本的なもの、雑誌もそのさっき言ったようにいろんなサブカルチャーが出てきたんで、そのヘブンっていう雑誌があって、あーなんか知ってる、これもともとはジャムっていうその自動販売機のエロ本が元なんですよ。はいはいはい。でその頃自動販売機のビニ本がすごい、エロ本がすごい売れてて、うん、それの出版社がお金が潤ってて、学生になんかエロが入ってるのに好きなのを作っていいって感じで作らせたら、すごいそれが、まあ、伝説のサブカル雑誌になって、うん、でそれを俺あその出会ったっていうか、それを見てなんか読んでるもののなんか3分の1も分かんないけど、分かんない言葉がいっぱい出てきてるんだけど、なんかそれにかっこいいなと思われちゃって、そこでだから高校時代そのパンクに出会うのと、まあ雑誌もパンク的だったんだよね、結局ね。あだから、はい、あのほらスペクテーターっていう、はいはい、まだあれ今でもあるっすよね。あれが多分ヘブンとかジャムってその前身の雑誌のパンクマガジンのなんか特集みたいなのを何年か前、5年ぐらい前からやったりとかして、やってましたね。だから実はこう高校、中学で野球に挫折したマゴ少年は高校ではパンクス、なんか中身より精神的にパンクスだったっていう。なるほど。まあそういう高校時代を過ごしましたと、さという。はい、ありがとうございます。そうそう、それかな。残りはじゃあ、まあこれから激動の大学時代に突入ということですね。そうですね。また一気にね、はい、そのこう学生だったのもまたちょっとね、大人になっていく、楽しみですね。大学がこう、大学時代にこの後に孫少年から孫青年、孫中年、そうそう、孫初老に至るまでのまあなんか筋道になるような大きな、あ、大きな出来事が、出来事が起こるので、じゃあそれはまたぜひ次ご期待ください。期待ください。はい。じゃあ久々のジメジメ大放送ありがとうございました。どうもです。ありがとうございました。はい、さよなら。